あ、もうこんな時間か。はあ、バイト行かないと。あ、だる。行くか。いらっしゃいませ。ピッピッ。こちら合計で、560円になります。こちら温めはいかがなさいますか。はいっす。え、今なんて言った。お願いします。いや、いいです。つまり温めなくていいですとも取れる。どっちだ。わからん。いや待てよ、今の発音はいいですの部分が若干大きく聞こえた。だから温めなくていいです。温めないのが正解なのか。よし、560円ちょうどいただきます。こちらお品物になります。ありがとうございます。温めてください。あと、缶、袋を開けてください。あ、失礼しました。それすぐに温めます、はい、最初からそのはっきりした声でお願いします。これください。いらっしゃいませ。じゃあ1点、合計が480円になります。はい、アペで。また来たー。頼むからちゃんとはっきり喋ってくれ。ただいさ、今なんちゃらペイの種類が多いんだから。しかもめっちゃ似たような名前ばっかだし、今の時代もう半分ぐらいの会計がだいたい電子マネーだし、多すぎても結局どれが一番いいペイなのか分かんないし。だが俺は聞き逃さなかった。最初にかすかにだがえとあいつ発音した。その時点でおそらく2択、 au ペイか apple ペイだ。どちらも多く使われているゆえにここからが分からない。しかし、若干、アップルの要素が俺の中では強く聞こえた。よし、アップルペイにかけよう。はい、かしこまりました。すいません、こちらの方にお客様の、置いていただいてよろしいでしょうか。すいません。アップルペイ、あ、au ペイ。あ、失礼しました。失礼しました。またかよ。あ、すぐにやり直します。はい、少々お待ちください。これください。はい、ありがとうございます。合計でこちら、932円になります。はい、1000円いただきます。ありがとうございます。でこちら今回103円のお返しになります。はい、こちらが、お品物になりますね。はい、どうも、ありがとう。出るなよ、今出るなよ。え、ちょっと待って、出ないよね。まさか出ないよね。今この場で出るわけないよね、まさか。出ちゃったよ。はい、来ました。はい、来ました。いるんだよな、こういうやつ。ほんとあそこ、あの左のところ。でも電話したらもう一歩動かないもんね、こういう系って。うんうん、あ、手すいちゃってるもんね。あれは、でも片手相手になったらもう袋持ってさ、まず外出てって、出てって話してよ。まあもう話は好きだけど、ポケットに手入れてるもん。うん、で、もうお客さんもちょっと、もう並んじゃってるよ、本当に。一回、今店一人しかいないからさ、お前が解かないとレジできないんだよ。書類があるから、一応そこに書いてはいるんだけど、
もう一歩も動かないもんな、うん、もう一歩も動かないもん、で、うん、で、まあお客さんの方にも説明して、電話しないと、電話したら動けない、うん、そんな感じで、はい、うん、ちょっとそれで一回ちょっと確認してもらって話はある、うん、はいはい、そんな感じで、はい、早く早く、はいはいはい、あ、あとあさって、あさってのあれ、いや帰って、なんか帰って、あ出るじゃん、早く電話するならあっち行って、営業の話、帰って、そうそうそう、うん、どっか行って帰らなくてもいいから、公園とかで電話して、うん、お願いします、いらっしゃいませ、ピッ。ピ合計、658円になります。ポイントカードお持ちでしょうか。あ、はい、はい、お疲れします。あ、すいません、お客様、これツタヤのカード、あ、すいません、すいません、すいません、そうだね、コンビニ、コンビニですもんね、あれ、ここどうだっけ。あ、はいはいはい、あ、すいません、ローソンでもないです、はい、マピリーマートです、ここ、はい、あ、じゃあ持ってないです、はい、1000円で、はい、すいません、自分から入ってきた店の名前ぐらいわかるよ。いらっしゃいませ、ピッピッ、はい、こちら、631円になります、はい、はい、631円お預かりします、はい、ポイントカードはお持ちですか。はい、ありがとうございます、カードはちゃんと置くんだな、ピッ、はい、こちらありがとうございます、どうもありがとうございました、いらっしゃいませ、ピッピッピッ、はい、こちら、合計が1683円になります、はい、こちらにお願いします、あ、すいません、お客様、1683円なので、あと1000円、あと1000円もらえませんかね、すいません、1000円、はい、あ、すみません、1000円追加します、これでお願いします、いや、置き皿、置き皿の意味、幻、この子は一体何のために生まれてきたのか、すいません、ちょっと取り乱してしまって申し訳ありません、ありがとうございました、コンビニって楽そうに見えるけど、たまにめんどくさい。